倉掛の雪。頼りになるのは倉掛続きの雪ばかり。野原も林もポシャポシャしたりくすんだりして、少しも当てにならないので、本当にそんな公募の風のおぼろな吹雪ですけれども、ほのかな望みを送るのは倉掛山の雪ばかり。一つの古風な信仰です。野馬が勝手にこさえた道と、野馬が勝手にこさえた道と本当の道とわかるかね。なるほど、大箱千歩院、その実物も確かかね。同じ型の黄色な丘をずんずん数えてこれるかね。その地図にある防火線とさ、後からできた防火線とがどうしてわかる。泥炭層の伏流がどういうものか承知かね。それで結局迷ってしまう。その時磁石の方角だけで真っ赤に枯れた柏の中や、うつぎやバラの大きな藪をどんどん走ってこれるかね。そしてとうとう日が暮れてみぞれが降るかもしれないが、どうだ、それでも出かけるか。ああ、そうか。文豪とアルケミスト緊急座談会その3、宮沢賢治の詩を語る編。じゃあ最後は僕だね。賢治先生、待ってました。緊張しちゃうな。解説するのは冬と銀河ステーション。夜の湿気と風が寂しく入り混じり、そして雨にも負けず、この3つだね。俺がぜひとも聞きたかった詩も入れてくれたんだな。うん、司書さんにも言われたからね。昼夜くん好きだからって。司書、気が利くじゃねえか。僕もワクワクしてきたよ。